スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。はいどうも、モバイルドットコム TV 知恵本です。今回なんですけれども、 Xperia 5 Mark II の使用感レビューをお届けしたいと思います。実際に使って感じたメリット、デメリット、良いところ、悪いところに分けましてご紹介をしていきたいと思います。ちなみに Xperia 5 Mark II なんですが、ソニー最新の 5G スマホで約 6.1 インチの有機 EL ディスプレイ搭載、リフレッシュレート 120Hz 対応、高性能な CPU スナップドラゴン865搭載で、カールツアイスレンズ採用、トリプルカメラを備えております。もちろんね、安心の IP68 防水防塵やお財布携帯にも対応しているという一台となっています。それではやってみよう。それでは早速良いところからご紹介していきたいと思います。 Xperia 5 Mark II といったらやっぱりコンパクトなサイズ感、もう本当にね、これがすごくよくって、コンパクトで小さい、軽い、使いやすい、使っていてすごく馴染んでくる感覚があります。動画鑑賞とか、よりね大画面でゲームをしたいっていう方であれば Xperia 1 Mark II の方が僕はねおすすめなんですけど、使いやすさと軽さを重視したいんだっていう人こそね、 Xperia 5 Mark II いいと思います。本当にね、数週間使ってて、やっぱり軽さって正義だな。ケースとかガラスフィルムをつけた上で、やっぱ 200g を余裕で切ってくるあたりがね、個人的にはすごく好きでした。続いて、高級感ある背面デザインが美しい。もうこれはね、完全に好みになっちゃうんですけど、思ったよりも5 Mark II って高級感があって、表面仕上げがかなりね、上質な感じが出ております。特に今回僕はね、ブルーを買ったんですけど、もうブルーが美しすぎる。本当にね、綺麗なブルーで、で他の色も実際見てきたんですけど、どれもねすごくいい仕上がりになってます。個人的にはね、ここで角張っててくれたらなって思ったんですけど、これはこれですごくいいなと思っております。その辺のデザインも楽しめる一台となっているので、ぜひチェックしてみてください。続いて、不満がない動作レスポンス、ゲーミング機能も充実している。これがね、今回5 Mark II のいいところだと僕は思ってて、 Xperia 1 Mark II 同様 HS パワーコントロールはもちろんあるんですけど、その他にリフレッシュレート 120Hz 対応したことによってね、さらに滑らかな表示ができるという感じになっております。リフレッシュレートを自分で設定することができる。細かくね、 60Hz とか 90Hz、 120Hz にも個別に切り替えていくことができるので、すごくいいなと思っております。それ以外にも、なぜか5 Mark II だけ搭載されているゲーミング用の機能もいくつかあったりするので、この辺も含めね、5 Mark II ってゲーミングスマホに近いようなものを感じました。基本的に重いゲームと呼ばれる PUBG モバイルとかもすごく快適にできます。でちなみに発熱なんですけど、まあ、発熱についてもね、意外と少ない。去年の Xperia 5 の方がおそらく発熱はしていたのかなっていう感じです。ただこれがね、 5G 通信が常時使えるようになった時にどうなるかっていうのがちょっと心配ではあるものの、現状のね、4G 通信でのゲームは特に問題ないし、Wi-Fi 接続のね、ゲームもね、全然問題なかったんで、長時間ね、ゲームをやりたい人にとってもいいんじゃないかと思います。もちろん、ある程度の発熱はきます。ただそれがね、手に持てないぐらいの暑さになるかどうかっていうところについては、Xperia 5 Mark II 全然問題ないよというところです。続いて、カメラがめちゃくちゃいい。それではまず1枚目、標準レンズでオート撮影した写真です。どうですかね、この感じ。空のね、青さも盛りすぎることがなくって、でしかもちょっと明るく撮れるんですよね。やっぱりセンサーサイズが大きくなったことで、かなりね、撮れる写真、特に5から撮れる写真変わってると思います。5をあえてスキップした人にとってはすごく魅力的だと思うので、ぜひチェックしてみてください。超広角の写真です。かなり広範囲で、で以前よりも歪みが減ってるんですよね。まあ昔の Xperia の超広角の写真って結構歪みがあったりしてたんですけど、今はね、補正も効かせることができるので、だいぶね、歪みが少なくって、かなり綺麗に撮れてます。で超広角カメラなんですけど、標準カメラと色味の違いもね、あまりなくって、すごくよく撮れてるなっていう印象を持ちました。続いて、望遠カメラなんですけど、望遠もね、かなり使いやすくなってる。今これ見てもらってるのが3倍広角ズームなんですけど、こんな感じでなんかすごいおしゃれな写真を撮りたい時、結構使いやすい望遠カメラになっていて、これ以外にもね、いくつか撮ってみたんですけど、これとかどうですかね、提灯の感じ、まあ、めちゃくちゃ雰囲気出てないですか。まあ、パッと撮ってこれなんで、本当にね、こだわって撮りたい方にとっては、もうちょっとね、設定をいじればいろいろね、おしゃれな撮り方もできると思うので、この辺はね、なかなかうまく表現できてる、雰囲気ある写真が撮れてるんじゃないかと思います。ちなみに最大倍率で撮った写真はこちらになります。まあ、もちろんね、粗さはあるものの、十分実用的かなと思っております。ただね、他社の50倍ズームとか100倍ズーム勝てるかって言われると、それはね、さすがに厳しいです。逆にね、そこがいらないって人にとっては、
もう全然問題ない。もう本当にすごくよく撮れるカメラとなってるんでね、ぜひチェックしてみてください。続いてね、拙者撮影とか見ていきたいと思います。これとかもね、色味そのまんまなんですよね。本当に盛りすぎることなく、かなりうまく表現できてる。もうこれとかもすごくいいですね。気になる夜間の撮影なんですけど、ナイトモードは非搭載なので標準オートで撮った写真になります。まあ十分撮れているような感じしないですかね。どこまでを求めるかっていうところになってくるんですけど、ナイトモードを搭載している機種って結構ね、黄色みが強くてバッと明るくなる機種も多いんですけど、 Xperia 5 Mark II はナイトモードを搭載してないので、結構ねその黄色がかったりとかそういうのがねあんまりなくって、比較的ねこれはこれで僕好きだなと思っております。まあ、もちろんねめちゃくちゃ強いかって言われるとそうではないかもしれないんですけど、味がある写真が撮れてるんじゃないかと思います。正直 Xperia 5 から考えると格段に良くなりました。もうカメラ外でもいいと思います。ぜひねチェックしてみてください。続いてフロントステレオスピーカーが Xperia 5よりもめちゃくちゃ良くなった。 Xperia 5から考えるとね格段に良くなっていて、フロントステレオスピーカーになってることもあってか、音の広がりもしっかりあるし、まあ、低音がねよりしっかり聞こえるようになったんで、まあ、迫力ある音を楽しめる一台となっております。ちなみになんですけれども、イヤホンジャックも搭載しております。ワイヤレスイヤホンと有線イヤホンをね使い分けることもできる。最高。ここもね一押しポイントとなっています。それではメリットの最後なんですけれども、バッテリー持ちがめちゃくちゃいい。僕の使い方だったら余裕です。 Twitter、 あとは動画鑑賞、まあ、ゲームをちょこっとと、まあ、Twitter が多いですかね。もうね十分。もう1日はね正直余裕で持ちます。ライトユーザーだったら2日多分持つと思います。ヘビーユーザーでもおそらく1日はいけるという感じのバッテリー持ちになっております。それぐらいね今回バッテリー持ちがかなり強化されています。ただその代わりワイヤレス充電とかは今回非搭載なんで、まあ、そこをね、まあ、どう見るかによっては一つ変わってくるかもしれないんですけど、 5G スマホでかつねスナップドラゴン865を搭載している機種の中ではかなりねバッテリー持ちがいい1台となっております。バッテリー持ちがね心配だっていう方も結構多いと思うんですけど、 Xperia 5 Mark II はね今年かなり良くなっております。個人的には Xperia 1 Mark II よりもいいと思ってるので、ぜひねバッテリー持ち優先の方もぜひチェックしてみてください。すごく良かったです。それではここまで Xperia 5 Mark II のメリットを見てきました。まあ良いところはねたくさんあります。ただね悪いところもやっぱりある。これはねもうしょうがない、スマホだからしょうがない。そこも正直にお伝えをしていこうと思います。これはね僕があくまで使って感じた悪い点です。まず最初にこれだけはお伝えしておきたい。顔認証がない。やっぱり価格帯的に特に Android スマートフォンで顔認証と指紋認証を搭載している機種って、まあ、低価格帯のスマートフォンでも結構多いんですよね。もちろんね最近顔認証って、まあ、普段からマスクをすることも多くって使いづらい場面もあるんですけど、マスクを使わないときは顔認証の方が早いときがあって、特にね家とかで使うときは顔認証の方が便利だなって感じることが多いので、ぶっちゃけ もちろん指紋認証すごく快適なんでいいんですけど、顔認証と指紋認証どちらも併用して使えることがね一番望ましいと思っています。特に Android スマートフォンであれば結構ね顔認証と指紋認証どちらも搭載してる機種って多いので、ここはね正直価格帯的にも頑張ってほしいなと感じました。続いて Google アシスタントボタンの必要性、まあ、これがねすごく個人的に気になっていて、これなぜデメリットかっていうと、これがね例えばボタン割り当てでショートカットのアプリが開けたりしたらすごくね便利なボタンだと思うんですけど、現時点ではそれができない。今現時点だと Google アシスタントを呼び出して例えばねスピーカーの音の調整だったりとか、あとはアラームの設定とかこういうのには使えるんですけど、もう今のところ僕の使う範囲ではそれぐらいのことしかちょっと思いつかなくてですね、正直使わないというところになっております。アプリの割り当てをしてくれたらもっと快適なボタンになるので、ぜひねソフトウェアでアップデート対応を期待したいところです。続いてカメラのレンズ切り替えが遅い。まあ、ここはね正直まあコンセプトもあるんでしょうがないのかなって思うんですけど、もうちょっとカメラの切り替えがスムーズにできたらより使いやすくなるんじゃないかと思いました。で特に、まあ、フォトプロに関しては、まあ、カメラの、ね、レンズを変えるっていう楽しみながら撮る部分もあったりするので、そっちについてはそのレンズの高速切り替えって必要はないと思うんですけど、一般ユーザーが結構多く使う
使うであろう標準カメラアプリ、こっちは普通にスムーズにカメラ切り替えができたらもっと使いやすいんじゃないかと思いました。ここはねぜひ改善に入れてもらえると嬉しいです。でもう一点、これはね Xperia 1 Mark 2でも言えることなんですけど、画面を見ている時と撮った後の写真に差が結構ある。これね本当に以前からも僕言ってるんですけど、撮る前にねあれなんかちょっとうまくこれ撮れなさそうだなっていうところも実際撮ってみると、あれ案外撮れてるっていうことが結構あるんですよね。ということは撮る前に諦めちゃう写真とかもあるんですよ。やっぱ画面見てあこれはちょっと厳しいなっていうこともね結構あるので、すごくねもったいないなって思います。せっかくすごく綺麗に撮れてるのに、その直前で見せている見れているものが悪く見えるっていうのはちょっと惜しいなって思うので、そこはぜひね調整を入れてもらえたら嬉しいです。続いてスリープ直後に指紋認証が使えるようになるのが遅い。微妙な本当にわずか数秒の話なんですけど、指紋認証をやった直後、まあスリープ解除するじゃないですか、画面がオフになった後さっと指紋認証したいのに数秒間なぜかできないんですよね。約 0.5 秒から1秒ぐらい待ってくれよっていう方もいると思うんですけど、画面を見てるのにたまたま画面が消えちゃったとか、すぐ開けたいのになんか開けれないみたいなことが起こっちゃったりしてて、この辺のね調整をもうちょっとうまくやってくれたらもっと Xperia 5 Max の魅力が増すと思います。最後に純正カメラアプリが使えない。もうねアルバムアプリマジで使いたい。僕ねソニーの純正アルバムアプリすごく好きで、今以前から愛用してたんですけど、今はね Google フォトしかないんですよね。 Google フォトももちろん使いやすいんですけど、やっぱりねなんだろうね、一覧表示とかもよりね純正アプリの方が見やすいし、写真の管理とかもねすごく簡単なんですよね。で一応ノラアプリとかをインストールすることで過去のねバージョンの純正ソニーアルバムを使えるんですけど、それって結局ね、まあ、今後使えるかどうかもわからないし、しかもノラアプリだしっていうところもあって、まあ、サポート対象外なわけですよ。って考えるとやっぱりね公式さんで一つね用意してもらえるとすごく嬉しいなと思います。ぜひねこのあたりもよろしくお願いします。それではね、ここまで Xperia 5 Mark 2を使ってきて感じたメリット、デメリットをご紹介してきました。まあ、個人的にはね、すごくいい。Xperia 1 Mark 2と5 Mark 2、マジでどっち使おうか本当に悩むレベル。もう本当にどちらもすごく良くって、実際使ってみてね、すごくやっぱ軽くてコンパクトで、かつね、リフレッシュレート 120Hz 対応もでかいし、イヤホンジャックが付いているっていうところと、フロントステレオスピーカーもこれすごく良かったです。しかもね、カメラがね、格段に良くなってる。もうねこの辺もすごくいいです。ぜひねチェックしてみてください。もし Xperia 5 Mark 2で気になることあればどしどしね感想コメントお待ちしております。もしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。